3.11 を受けてこれからどうするかという点から言いますとですね、やっぱ食料とエネルギーの地域自給なんていうのは僕ら言い始めた時はね、全くね誰も相手にしてくれなかったんですよ。ところが最近はそりゃそうやなということの、共感が広がっているというのが一つ大きな変化です。でそれからですね、これまでの活動の蓄積、やっぱり13年も活動してきてね、あちこちにその地域の米価ができてくるという形で、ある程度人とね、経験が地域に溜まってくるとね、質的変化が起こるな、いうのはこの実感です。だから、13年間の活動というのは決して無駄ではなくって、それが地域で臨界状態という言葉をあえて使ったんですけれども、やっぱり質的変化を起こすようなね、状態になりつつあるということを確信しています。ですので、これから先、フード方式を全県に普及するということも今、プロジェクトとして取り組んでいますし、で一方でエネルギーについては市民主してですね、自然エネルギーを導入していくようなシステムを今作ろうということで、県内のネットワークを、再構築もしているところです。で今回 3.11 を受けてですね、本当にその地域のエネルギー自立ということはですね、非常に身近な課題であり、やらねばならない課題、単なる夢ではなくってね、もう実行を進められる課題になっているということをね、分かっている人は分かっている、来ているわけですからね、そういう追い風も受けて、大いに前進していきたいなというふうに考えています。ありがとうございました。ありがとうございました。何度も話を聞いてるんですけども、あんなに楽しいですけど、今日は何枚っていう話がありましたけれど、元和歌山も稲村の市というのでですね、よく知られる宇都宮の本当に歴史が受けて行われた歴史のあるところで、だからこそこの原子力原発推進原発推進に成功したところがあったかもしれませんね。はい、後でまた議論させていただきたいと思います。では最後になりましたが、川崎の県庁の質問、そこから最後にお願いいたします。はい、川崎フューチャーネットワークの斉藤と申します。よろしくお願いいたします。ですね、私どもはですね、川崎、のところで、主に3つのテーマに沿って活動しています。まず最初に活動の方を報告しまして、それからネットワークを組んだメンタルールの方にお話を進めていきたいと思います。で私どもはですね、先ほどありましたように川崎を環境都市にというふうなことをスローガンに活動しておりまして、主に環境に関する講座の開催、それから、環境やまちづくりに関する情報を発信すること、それから、環境やまちづくりに取り組む人たちとネットワークを組むというのを3つの3本柱にして活動している団体です。すいません。ですね、ちょっと順番があるかな。ちょっとおかしくなってしまいます。ですね、環境の順番もおかしいですね。ですね、環境に関する講座というのはですね、主に、学び合いというふうなことをキーワードにしていまして、毎月1回お互いに顔が見える形でお互いに一方的に誰かの講義を聞くというのではなくて、話し合いを行いながら、学び合いをしていこうという形の、講座をやっているのが特徴です。で今回 3.11 で震災が起こった直後にですね、やはりこのエコサロンという名前でその学び合いをやっていたんですけれども、この日が来たんですが、その時に果たしてそれをやるべきなのかというのを迷ったんですけれども、やはりそういう語り合いをする場を作ろうということで、語り場というふうに名前を変えて、今現在一体何が起きているんだろう、私たちは何ができるんだろうというふうなことを語り合ってみようという場を作ってみました。でその時にですね、やはり多くの人が不安を抱えながら、多分ですね、3.11 のまだ1週間も経たないうちだったんですね。でみんなが本当に右往左往して情報も分からずに、まだ地面も揺れっぱなしだし、どうしたらいいんだろうという時に、みんなで顔を合わせて集まる場を作って、そこからやっていこうということで話し合いをして、かなり頻度高くですね、1週間おきぐらいに、立て続けにその語り場というのをやったところ、やはりいろいろな方からいろいろな意見や不安やアイデアがたくさん出てきました。でその中で一番最初にやはり電気のこと、エネルギーのことが出てきまして、で節電ありがとう作戦というのを早速やってみようということですね。早速家庭でも地域でも節電が始まったので、その節電行動を、写真に撮ってどんどんブログにアップしていこうという活動をやっています。これ後ほど、そういうのが、出てくるはずだ
ままバンバン進めていこうと思います。後ほどですね、ブログの方機会があったら見ていってください。それからですね、ごめんなさいね、メイク・ザ・ルールには2008年から関わらせていただいていると思います。このお話を最初に伺ったときに全国のキャンペーンになったんですけれども、川崎市からはおかげさまで何個かの団体、環境団体が参加させていただくことになったということで、私どもの団体ももちろんその賛同させていただいて参加させていただいたんですけれども、神奈川県も含めた方々からですね、せっかく同じ地域で活動しているのだからネットワークを組んでやっていきませんかというふうなお話をいただきました。大丈夫ですか？いいですよ、大丈夫ですよ。ですね、それで、主に地球温暖化とか交通をテーマにした団体も含めて、4団体が集まって、活動を行うことになりました。でそれまでですね、私どもはいくつかの団体は顔を合わせたことがあったんですけど、全く顔を合わせたことがなかったんですが、このキャンペーンを機にその政治にやはりその市議会に働きかけようという話になったときに、一つの団体だけで果たして本当にパワーを持って市議会に働きかけるんだ、かけられるんだろうかということを考えて、それぞれ賛同団体がじゃあ全部一緒に手を組んで川崎市の市議会に声援を出そうということを始めたんです。で、一番最初にやったのが、ですから、市議会の方に国にその気候変動法を、作るというようなことを意見書を出してくださいというのを請願を出しました。何せ一度もやったことがなかったのでですね、やれ議会に請願を出すっていうのは一体どうやってやるんだろうというところから始まりまして、何せ素人集団ですので、いろんな人に聞いたりしながら、議会というところも傍聴に行くというのは実際メンバーをやったことはない人がほとんどだったので、初めて議会というのがどこで開かれて、どこでそういう情報があるんだねというのも勉強しながらですね、みんなで出分けをして探しながらそういう活動をやってきました。ありがとうございます。大丈夫ですよ、はい、ありがとうございます。ですね、どうすると、どうなんだろう、分かった。これはですね、メイク・ザ・ルールの川崎という形でですね、活動してきました中の、2つのワークショップ、勉強会をピックアップしています。脱温暖化2050プロジェクトというのを皆さんご存知だと思うんですけれども、それが出されてマイナス 80% 削減が可能だというふうに言われたときに、具体的にじゃあ私たちは何をすればいいんだろうということが全くわからないので、こちらの、今回はその時は水穂総研の江原さんに来ていただいたんですけれども、実際にそのプロジェクトの中身はどんなことなんだろうというふうなことを話していただくという講演会をまず行いまして、その、講義録を作りました。この講義録も、私どものホームページの方でダウンロードできますので、興味のある方はご覧になってください。でその講義録をもとに今度は川崎ビジョンを作ろうというふうなワークショップを改めて行いました。でこの時はまだですね、その川崎フューチャーネットワークはそのビジョン作りというのをテーマの一つに掲げていて、その進むべき方向性の姿というものが見えなければ、やはり右往左往してまっすぐに進んでいくことができないんじゃないかと思っていまして、それをぜひ描くというふうなことをやろうということを、模索しているんですが、なかなかそういうバックキャスティングの考え方ですとかビジョンを描くという具体的なやり方がやはりまだ、我々日本人にはというか、我々にはですね、なかなかちょっと具体的に描くのがまだまだ難しくて、それを描くということ自体がまだ浸透していないために、そういうビジョンを描いてみようねっていうところを一歩一歩進んでいるような状態ですので、具体的にするのは大変難しかったんですけれども、これを、今のところ年に一度ぐらいずつ繰り返すことによって、より具体的な姿に近づけていこうということで、行っているものの、その脱温暖化2050ビジョンの川崎版というのをですね、あなたは川崎市をどんな街にしたいですかという呼びかけを行って、この時には行政の方も入っていただいて行わせていただいたものです。それでですね、メイク・ザ・ルール川崎というのを今までご説明してきまして、メイク・ザ・ルール川崎は川崎のその活動団体が主に、中心になって動いている活動なんですけれども、それのもうちょっと発展系でですね、メイク・ザ・ルール関東というのをやっております。これはですね、今ここ
がつくねという川のネットワークだねって別にあの集めたわけじゃなかったんですけど集めてみたらそうなってみたというあの4つ の、まあ、あの地域が主に活動しているところがあのネットワークを組んで行ったメイクザルール関東というのを作っています。こちらの方は具体的な何かのアクションをするというよりは主にネットワークを組んで、それぞれの地域だけで活動しているとどうしてもあの皆さんも多分活動されている方いらっしゃると思うんですけれども地域だけでやっているとどうしても何でしょう行き詰まってしまうことがあるんですね。で自分たちの活動は活動で本当に一生懸命やってるし地域も頑張っているんだけれども果たしてこれで本当にいいんだろうかこれが本当にその、あの脱温暖化のところにつながっていくんだろうかっていうふうなところとかを模索してしまうところが多かったので、それで集まれるこの辺のメンバーでどんどん集まってそこのこう課題を共有したり、これから先どうやっていくんだろうということを話し合ってみようというふうなことで、やってみました。で、大体2ヶ月に一度のミーティングを開いていまして、で今私たちの団体はどういう立ち位置にいるんだろう、でどういう方向性に進んでいきたいんだろうというふうなことをですね、いろいろさまざまに話し合ったり、地域活動の、いろいろな情報を共有したりですね、こういうふうにやったら新しい道が開けてくるんじゃないかというふうなことをいろいろ、話し合うネットワークを作っています。でこれ、今のところ継続をしていく予定になっていまして、今後の、話をどうするかというのが非常に難しいんですけど、あ、終わっちゃった。本当はこう続きがあったんですけれども、じゃあちょっとこちらでやりますね。ですね、メイクザルール川崎もメイクザルール関東も今後、もうしばらく続けていくことになっています。で、3.11 の後にメイクザルール川崎の方で主にですね、どんなのに進めていこうかというふうなことをあの先ほど言いましたけども語り場を使っていろいろ話をしてきました。でやはりあの温暖化の気候変動法を作ろうということで趣旨で集まったものであるからここから先どのように、進めていこうかというふうなことをいろいろ考えたんですけれどもその先ほどのその活動のその集約にもありましたようにここは決して終わりではないし課題がなくなったわけでもないし、でこうして集まることになっていろいろな人たちがつながりができてきたのをもう一歩やはりこの段階で進めていくことが必要だろうと思いまして今度はエネルギーシフトに向けてということで、新たな活動をテーマを掲げて進んでいこうということになりました。でエネルギーの未来ビジョン作りってこういうふうな社会が可能だよというのを先ほども言いましたけれどもぜひ作っていこうというふうなこととそれから自然エネルギーへの転換とともにエネルギーを浪費しないライフスタイルへの転換が必要だろうと思っています。でそれがやはりその全国規模のキャンペーンとかではなくてやはり地域でやる中でそのこれが無駄なんじゃないかとかですねこれ本当にいるんだろうかっていうふうなことを考えるためにその節電の行動をあの記録に残したということもありましてそれをきっかけに、こんなのいるんだろうかこれはもしかするとあのそもそもいらなかったんじゃないかというふうなことの振り返りも含めましてこの浪費する一方で、増え続けてしまったエネルギー社会ではない方向性の、ライフスタイルへ転換していくというふうなことをキーワードに新たなネットワークを作っていこうと思っています。随分長くシンクグローバリーやフトローカリーという言葉が言われてきたんですけれども今うちのメンバーがですね新たに言っているのがネットワークグローバリーイノベートローカリーという言葉でしてこれは世界とつながって地域から変えようという言葉だそうです。でこれをうちの、川崎の、メイクザルール川崎のテーマに掲げてこれから、新たなネットワーク作りを進めていくという予定です。ありがとうございました。盛りだくさんなあのいろいろ皆様の地域からのお話を聞いておりましてちょっと時間が迫ってまいりましたが、まあ、資産点について、議論を深めて会場の皆様からもまた質疑ご意見をいただきたいと思います。まず第一ですけれどもこうした活動を